東京競馬場11レースウェルカムステークス3歳以上3勝クラス芝コース 2000m 出走馬13頭今日のウィン5この競走が第3関門です ジャパンカップの発想が近づいている東京競馬場厚い雲が上空を覆って明るさは全くと言っていいほどありません出走メンバー13頭13番マイネル・ケレリウスが誘導されて収まりますスタートしました11番ワイドエンペラー後方からになりました最内1番のウィズ・ユア・ドリームコースタート押して8番のルドビクスが 外から並んでいきますがコーナーワークでまた1番ウィズ・ユア・ドリーム前に出ましたまもなく周回コース向こう上面にかかるところ1番のウィズ・ユア・ドリームの逃げリード、一馬ンです2番手、外8番、ルドビックス体半分差インコースの3番手、3番のフィデルですその後4番手、外に13番のマイネル・ケレリウスインコース4番、当選料。後位の後ろ中段の前に7番、ロード・デルレイ 先頭まで4、5馬身の位置です、インコースに2番のエスコバルがいます、1馬身後ろ6番のフレーバード、その後に5番のリフレーミング、外からは12番のマイネル・モント、後方に9番シェルビーズ・アイ、10番のサスツルギ、最後方2馬身が相手、11番のワイド・エンペラーですすす3コーナーーナにかかかりまま 1000m 61 60地点今先頭が通過し秒秒後半から61秒近いペースです。 前は1番のウィズ・ユア・ドリームリードが1馬身ほど2番手の位置に8番のルドビクスが続きましたがこのインコースに3番のフィデル34コーナー中間外からは13番のマイネル・ケレリウスこの一角に4番、当選量リョウ7番、ロードデル・エイは周囲外を回る形で好位のイシです4コーナーをカーブ直線コースに向かいました前は1番ウィズ・ユア・ドリーム並びかけて8番、ルドビクス シン後ろ、13番のマイネル・ケレリウス、その外からあっという間に7番のロードデルレイ、並びかけていきまして、先頭に変わった。 体半分から1番シンドリード、2番手争いの一角には6番のフレーバードがいて、外からは12番のマイネル・モーント、インコースからは1番のウィズヤ・ドリーム、騒いて追い上げようと、当選ンと5番のリフレーミングですが、先頭7番ロード・デルレイ、2番手争いはマイネル・モーント・フレーバード、先頭7番のロード・デルレイ、ロード・デルレイ合、ゴール2着、12番のマイネル・モーント、3着争い、最後5番、リフレーミング、一伸び、うち6番フレーバード、最後遅れを取ったか、この一角、7番のロード・デルレイ。 後,位の後ろ中段の前の位置終始外を回る競馬直線堂々と抜け出ました時計は1分59秒0川田優雅直球中内田光ツ正厩舎7番ロード・デルレイ人気に応えました12番のマイネル・モーントが2着争いの追い比べを終始優勢に運んでこの馬が2着 最後に追い上げた5番のリフレーミングが3着に届いているかどうか6番フレーバード最後の帯を書きました時計は1分59秒0ゴールまでの 800m は45秒 9600m は33秒7でした東京11レースウェルカムステークス7番のロード・デルレイが制していますゴールまでの 800m が45秒9で 600m が33秒7の上がり勝負を制しています7番、ロードデルレイこれで5戦4勝1着7番、ロードデルレイ河田優雅2着12番のマイネルモ・モント3着5番、リフレーミング4着6番、フレーバード5着11番、ワイドエンペラーウェルカムステークス確定までお待ちください